戦闘破壊学園ダンゲロスは、か、神京介、著、左、イラストによる日本のライトノベル。ダンゲロスシリーズ一作目。第三回講談社ボックス新人賞、パワーズ・タレンツ賞受賞作。講談社のパワースボックスより刊行、および、それを原作とした、横田拓馬による、漫画作品、同名のシェアードワールドについても記述する。提唱者、 神京介及び有志が2007年によりネットコミュニティ上で定期的に開催しているウォーシミュレーション RPG 戦闘破壊学園ダンゲロスのリプレイという体裁を取って執筆されたオリジナル作品。極めて自由なシェアードワールドの一翼として設定された鏡の小説書書作品であり、友人のアリサちゃんが小説を書いているのを見て、小説って 誰でも書けるんだと思って執筆したところ、講段社ボックス新人賞を受賞した。魔人と呼ばれる、異能力者がカ歩する、世界観の現代日本、東京湾に浮かぶ巨大な人工島、希望崎学園において二陣営に分かれた魔人と、報酬を求めて乱入した転校生との間に行われる、三つどもえの殺し合いを描く。物語の冒頭などで、これが、 ゲームの小説家であることを明示するなど多層構造をほのめかした世界観となっており、メタフィクションの色合いが濃いのも特徴である。生徒会と不良グループの対立や、転校生という名詞が特別な意味を持ち、一回から召喚されるなどの要素は、菊池秀幸の魔界学園シリーズに触発されたものである。また、能力バトルに極力ご都合主義を廃止、 エログロ要素をふんだんに盛り込むなど、山田風太郎の忍法帳シリーズなどを連想される作品となっている。能力バトルについて鏡自身は、あのうつとむの方針演技のようなニュアンスを出したかったと述べている。か、神京介のライフワークである仏教思想も世界観設定に生かされており、作者の思考の集大成と言える作品となった。原作ゲーム中で、 魔人という形で作成されたキャラクターは二次、創作利用を無償かつ無断で可能という規約を了解した上で投稿されており、読者投稿のような形で小説内に登場した際も、金銭の術などは発生しない。この特性は提唱者であるか、神京介本人にも適用されており、小説版を除き、 本人の手によらないコミカライズなどによって印税分配が発生しないという得意な形での出版契約となった。なお、アニメ化の企画も上がったが、その場合は制作委員会にグッズ化の権利を譲渡することになり、二次創作利用が自由でなくなるという理由から頓挫している。漫画版は月刊ヤングマガジンにて2012年1月号から2015年5月号まで。 横田拓馬作画で連載され、ヤンマガケシースペシャルより刊行された。全8巻。漫画版について横田は前日の二次創作に関する規定から原作者である鏡に連絡することなく、執筆を開始しており、鏡は月刊ヤングマガジンに掲載されているのを見て、漫画家のことを初めて知ったという。内容についても鏡は事前確認をしていない。2010年。 希望崎学園は揺れていた。一般生徒の被護者として尊敬の念を集める生徒会とかつての防衛の記憶も新しい集団、番長グループ、かねてより圧力を深めていた。両陣営はついに一触即発から戦争状態へ突入。時同じくして異界より召喚されし、時空の旅人、転校生、両陣営の抹殺を狙う彼らもまた動き出している。 彼らはミスダンゲロス、アマネサのぞみを報酬とし、依頼遂行の際にはいざ持ち帰らんと早くも手元に置いている。一般生徒、両生員男女はこの教法を知り、あえて番長グループという家中に身を投じる。それは彼が隠していた魔人能力を見込まれてのものだったが、家中の中でも生まれながら、それはいずれ革新と決断へと変わっていく。愛と欲望。 タギルリビドウとタナトス。誰もが望まぬままに破局に向かっていくと知る者は、神以外には、癒やしない。少年は世界を知った。四季カマ少女育成計画の作者エンドアサリ、鏡ドットネット作品紹介、戦闘破壊学園ダンゲロス第3回、講段社ボックス新人賞、パワーズ第3回座談会なぜ、戦闘破壊学園ダンゲロスは、 講談社ボックスから刊行されたか。作家、か、神京介さんに聞く。戦闘破壊学園ダンゲロス著作権案内、画期的な二次創作フリーシステムの真相。戦闘破壊学園ダンゲロス、作家、か、神京介さんに聞く。無料でオリジナルグッズを作って、一攫千金戦闘破壊学園ダンゲロスグッズが完成、インタビュー。 ダンゲロス1969か、神京介、横田拓馬の奇妙な関係とはか、神京介は、サイコパス。ありがとうございます。